今これから今日やるのはカットちょっとカットをカットのなんか説明をちょっとしたいと思います。で、ヘナジェルとヘナウォーターの違いって何なのかってよく聞かれるんでちょっとやるんですけど、これ 何が違うのかっていうと、さっきもちょっと説明したんですけど、まずヘナ、このヘナジェルヘナウォーターってちょっと持ってもらっていいですか。ヘナジェルヘナウォーターは、じゃあヘナを使うとどういう風になるかと言いますと、はい、こうですね、髪の毛がダメージ毛がこういう感じ、クタって感じ、このダメージ毛をクタって感じに対してヘナジェルヘナウォーターを使うとどうなるかというと、くる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 って実際の毛髪とは違いますけど、こういう風にドンと、はい、くる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 ってヘナジェルヘナウォーターを使うとどうなるかというと、こういう風にくる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 ってなって、ダメージ毛がダラーンってこういう感じで、ね、キューティクルがこうバサーってなってる感じで、ヘナジェルヘナウォーターを使うとこういう風にくるくるくるってなって腰が出ます。腰が出るっていうのはパシッとこう立ちます。なので根元の立ち上がりが出たりとか、それからツヤ感が出ますよね。ツヤ出てますよね。ツヤというか表面がこうフラットですよね。なのでこの表面がフラットなので、こういう腰が出て、こうなんていうのかな、まっすぐなると。ということはくせ毛が収まるということですよね、簡単に言うと。っていうのがヘナジェルヘナウォーターの効果になります。プラス、これがまだもう一個あって、表面を、ポリイオンコンプレックス、イオンコンプレックスしてくれるんで、この上に、上質な皮膜です。これかなり、イオンコンプレックス、ポリイオンコンプレックスも通常のものよりもちょっと高級感が出るような感じで薄い皮膜にしたんですね。なので、この上に薄い皮膜が乗るような感じで、なんでこれがキープできると。なんで、自宅でヘナを一生懸命やってて部屋汚れたりとかあるじゃないですか。なのでそういう方向けに、家でヘナをやってるかのような、やったかのような、これ2個使えば使っていけばヘナと同じ効果が出るようにちょっとやってみました。でヘナプラス科学の力でやってるのでかなり面白いものかなと思うんですよね。でさっきもちょっと宣伝したんですけど、道産のものを使ってて、こっちが、北の国からで有名な富良野のラベンダーの香りで、こっちが、ヘナウォーターの方が北見のハッカーなんですけど、これを使ってます。でこれ2つガチッと合わせると自宅でヘナをやって、ヘナトリートメントを自宅でやるのって結構めんどくさいんですよね。粉溶かしてやって噛みつけてとか、なんでこれをやればもう自宅でヘナやった感じのようになると、単純に言うとそういうことです。でちょっとでこっちから半分、これは実はヘナジェルヘナウォーターやってるんですよ。で彼女は生え際にちょっと癖があるんですね。で生え際とネープにちょっと癖がちょっと彼女あるんですけども、そこがこっち収まってるんですね。で前髪ここが欲しい？ちょっと見えないですね。ありがとうございます。コメントありがとうございます。後でちょっと確認します。なんて書いてある、欲しい、あ、エビアさんありがとうございます。はい、そう、ヘナ好きな方にはすごくいいと思いますよ。で、今北海道以外でも、何件かで使っていただいている、もう取引させていただいている件もあるんで、そちらの方に卸してるんですけど、一応ですねこれ、各駅に 1店舗だけしか卸さないようにしてるんですよね。なので、そういう感じで考えております。各どこでも使えるっていうよりは各駅に1つサロン、1サロンだけとかで限定させていただいてるんですよね。で、こっからこっち側はやってないんですよ。普通にリンスでやっただけなんですよね。でこっちからこっちはヘナジェルヘナウォーター、こっちはリンスだけなんで、ちょっと見ていただくと前髪のところがちょっとうねりがこっち出てるんですよね。うねうねってなってて、でこっちはストレートの感じで収まってますよね。で、彼女ちょっとこの中が癖あるんですけど、その癖もこっちは収まってる状態なんですよ。でこっちは通常の状態ですね。でこれぐらいちょっと仕上がりに違いが出てくるんですよね。
で、ただ使いたての最初の頃は少しヘナ使ってますからちょっとゴワッとなった質感にはなるんですけど、まっすぐをかなりキープしてくれるんで、時間経つとサラサラに変わるんですけど、最初の5分ぐらいがちょっとゴワッとしちゃうんですよね、落ち着くまで。それがちょっと違和感を感じるかなと思うんですよ。でもその違和感が、商品の、まあ、味でもあるというか、オーガニックのポイントでもあるので、その違和感は後々ちょっとプラスに変わってくるので、最初のうちはちょっとこのゴワっていうのが気になるかもしれないです。でも使っていくとハマっていくお客さんが本当に多いんで、リピーターはかなり多いですね。お客さんがほとんど買ってくれます。一回買ってくれる方は、はい。なんで、まあ、例えば、まあ、これヘアリーのカートで、うちのカートでも売ってるんですけども、どっちかまずとりあえず使いたいっていう方だったら、まあ、ブローローションとかコテも空いたりとか、アイロンかけるとか、そういう方はこれキト酸っていう成分が入ってるんで、すごくぴったりなんですよね。で、髪にこうなんか定着してくれるんで、ヘナの成分とキト酸で、なんでこれをつけてからコテ巻いたりとかして、コテローションとしても使えます。で、こっちはどっちかというとボリューム出したいとか、あとは、一番いいのがですね、実はワックス使わなくても、ウェーブのスタイルとかパーマのスタイル、これつけちゃえばワックスの代わりになるんですよ。で、自然乾燥もできるんで、そういう風にも使えます。はい、なんで、パーマの時は絶対これ勧めますね。あとミディアムとかショートはこれで、コテ巻く人とか、コテローションで使う人はこっちとか、まあ、1個ずつ使う方は、でも両方使った方が絶対いいです。効果的にはプラスとマイナス磁石のようにがっちりくっつくんで、さらに髪とくっついてくれるんで、その方がいいと思うようね。お疲れ様です。はい、はい、っていう感じです。はい、こんな感じでヘナジェルヘナウォーターの宣伝でちょっと申し訳ないんですけど、はい、次いきます。で、今度はちょっとフェイスブックのちょっと画角がずれちゃうんですけど、最近多いのがですね、ダイバルタンのシザーを買っていただいた方から多いのが、このダイバルってこの7インチのシザーなんですけど、ちょっと手が動かしづらいということだったんですよね。で、ダイバルで手が動かしづらいということでポイントがあります。で、ダイバルタンのポイントとしてはですね、まあ、使い方としてはこの表面に、出た表面に出たパサついた毛を取るんですけれども、ちょっとじゃあ横側でね、ちょっとやってみるとした場合どうなるかというと、例えばですね、通常のシザーでやったとしますよね。で、一般的なシザーでこういうのでやったとしたら、こういう風に切っていくんですけど、バツって切っちゃう可能性も非常に高いんですよ。いいですか。普通のシザーで切っていくとバツって切っちゃう可能性も多いんですよね、この枝毛が取るとき。プラス R じゃないんでストレート刃なので、こうやってやってたとき枝毛は取れなくはないんですけども、切り口がすごくストレートでなじまないんですよね。バツ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 って切れるんですよ。やっていただくと分かるんですけど、切れ方が、枝毛の切り方がパツパン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 ってこうなってる感じなんですね。で、それでまず馴染みがづらいと。で、さらにこれで例えば普通のシザーがすごい目が粗いヤスリだとしたら、ダイバルタンはこっちのダイバルタンは先っちょが締まらないので、こうやってやった時にパツって切ることもないですし、こんだけ幅があれば余裕持ってできるんですね。こんな感じに。で、さらにここが R になってるんで収まりがいいんですよ。頭の形と収まるように R が入ってるので、すごく収まりがよく収まります。ダイバルタンを使うと綺麗に収まるのが違いなんですね。で、こうやってやっても綺麗にこういう風に、あれ、なんか音がする。こうやってやった時に、まあ、使ってる方は分かると思うんですけど、目の
かいヤスリでこすってる感じなんですね。でこっちは通常のストレートシザーの方までこうやってやってる方は目の粗いやつでヤスリかけてるんで、むしろ逆に汚くなってしまう可能性があるんですよね、通常のやつやると。であとここバツって切っちゃう可能性もありますし、点点点点点って切るか、綺麗にこういう風にヤスリをかけていくかの違いがこのハサミになります。で、開閉の部分でどうしたらいいのっていうことがあったんで、ちょっとそこをちょっとやってみたいと思うんですけど、開閉の部分を、開閉の部分は結構ですね、腱鞘炎になりやすいので、なるべく負担がなくしたいんで、僕はまずここのダイバルタン使ってる方はこのビスを緩めてください。結構でポイントは ここ途中で止まんないぐらいです。パツって閉まっちゃうぐらいでいいんで、あんまり緩すぎるとちょっと髪の毛を噛んじゃうんで、もうパツってシュッていくぐらいの、最後までいくぐらいのところで緩めてください。でそうしないと親指のここは腱鞘になってしまうので、気をつけてください。であとはこの16湯のパホニコさんをかけたりとかしてやります。より手に負担をかかんなくしていくような感じですね。なるべく、美容人生長くカットしていきたいので、腱鞘になっちゃうとちょっとね後々困るので、腱鞘炎にならないように対策をしていきます。であとは開閉なんですけど、ここが一番違うのはですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、通常ハサミの開閉って親指だけで開閉するんですけど、わかりますでしょうか。親指開閉しますよね。こういう風に開閉するんですが、このダイバルタンに関しては7インチで非常に大きいので、こういう開閉はしません。両方で開閉します。いいでしょうか。こういう感じです。ここがポイントですね。親指と上のやつをこういう風に挟む感じで開閉をしていきます。親指開閉はダメですね。これだとすごいやりづらいんですよ。こういう風にやって開かないんですね。なんでダイナミックに行くのに両方で開閉していきます。こういう感じです。開閉の仕方はこうです。はい、買われた方はこういう風に開閉をしてください。こんな感じです。いいでしょうか。であともう一個ポイントがありまして、ここが R になってますよね。っていうことはこれ R になってるのをこっちの、R になった面、へこんでる面の方でコンベックス状に切ってるんですけども、なぜそうしてるかっていうと、髪の毛っていうのは例えばこのままこう切った時に山切りカットにもなってるわけですよね、こういう風に丸く切ってるわけなんですけど、髪の毛ってこのハサミでいうとセンターに集まるようになるんですよ。外側に散るんじゃなくて、ただコンケープにすると外に髪って散っちゃうんですけど、要はコンベックスで切ってるんで髪の毛が真ん中に集中するように作ってるんですよね、この丸さが。なので、ちょっと難しいかもしれないですけど、こうやってやった時に通常場との違いっていうのは、こうやった時にこの束の取った束がこうだとしたら、この束がまずこう、センターに収まるようになるわけですね。でここはこうやっていくと、やっていくとセンターに収まる、センターに収まる。ただ、通常のハサミを使うとどうなるかっていうと、逃げちゃうとかパツ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 って切っちゃう、切らさってしまう、なじまない。こうやった時に直角なんで逃げてしまってなじまないっていう感じになるんですよ。でただの枝毛カットでも本当にやり方で全然違うし、道具でも全然違うので、本当にこのダイバルタンの可能性ってこれからもどん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 出てくると思うんですよね。こういう感じにできます。で、あとは、限定動画の方でそういうのを発信してるんですけど、縦でこういう風に入れたりとかもできます。でこの縦で入れる時も、この R 刃をコンベックスで入れるのかコンケーブで入れるのかによって全然変わってくるんですね。これをどうしたいかっていうのをスタイル作りを考えながらやっていきます。そういうことも作れつできます。例えば裏面を入れるとき、いいですか、髪の毛の裏面を入れるとき、これをコンベックスで入れてしまうと逆に下ろしたときにここに喧嘩してしまうんで、中やるときはコンケーブで入れます。ちょっと難しいでしょうか。中入れるときはコンケーブで入れることによって中を
コンケーブにして上をコンベックスにするっていうことで、中入れるときはこういう角度ですね、えぐってる方で入れる、で上はコンベックスで入れていく、そうすることによってより収まりが良くなるんですね、っていうような感じで、通常のシザーでは、通常のシザーだったら、例えば通常のストレートシザーだったら中をやるのって非常に難しいんですよね。バツって切ってしまったりするんで、バツってなっちゃうんですよ。なのでそういうのができるのがこのダイバルタンが本当にいいかなと思います。中も外もこういう風に入れることができますんで、まずそこがいいところですね。こういう風な感じで、簡単に入れることができるのがこのダイバルタンです。はい、でこの開閉はこういう風に開閉してくださいね。両手で、両指でとか、はい。そして、あと質問があったのは、あ、これだ、ブラントセニングなんですけど、このブラントセニングって何かっていう と、カット率が、だいたいこれだと 50% 以上あるんですよ、カット率が。なので、結構ラインを動かして切りたい時とか、ちょっとブラントラインじゃ怖いなっていう時とか、そういう時に、カットしていきます。まあ、これロングの場合はもうショーバルタンで切ってしまうんですけど、例えばまあいろいろ過去の動画を見ていただくと分かるんですけど、ラインをうまくぼかしながら切ったりとか、メンズの刈り上げとかそういうので使うのがこの、ブラントセニングっていうやつになります。でこのショーバルタンはさっきのダイバルと違うんですけど、ダイバルがこの大きさで、ショーバルタンがこの大きさになります。このぐらいになりますね。これでちょっと違うんですけど、このぐらい違います。ショーバルタンは本当にちょっと欲しいんですよ。すいません、毛先をショーバルタンの使い方としては、通常のシザーで例えば切ったとしたら、はい、まあ、これちょっとペンシルですけど、通常の、あら、すごいハートですね。何それ。僕だとハートよこさないのに、めっちゃハート来てますね。誰だよ。めっちゃハートすごいですけど、モテますね。人気者です。こんなに来ないです。で、ここを普通の通常シザーでめっちゃハート、どんだけハートなの。普通のシザーだったらこうバツバツってなっちゃうのを、カット関係ねえじゃん。ハートめっちゃ来てる。いやでも寝てましたからね、彼女今。ね、寝てましたからね、ハートってやってるけど。でここをショーバルタンだったら、前に持ってきたやつをそのまま R 状にこうカットしていくとかもできますし、本当にベースカットでもめっちゃ使うんですけど、ハートやってますけど彼女は寝てましたよ、さっき。丸く切ることが丸く切ることができます。こういうハートじゃなくなったんですで、このような感じに丸く切ることもできますし、あとショーバルタン、まあ、チョップカットは僕やらないけど、チョップカットもできます。チョップでも使えますね、こういうふうに。もうすでに R が入ってるんで、そのまま引き出せばもうチョップカットのベースになります。こういうふうにできます。はい、そういう感じで、まあ、結構ショーバルタンは動画で使ってるんで、そこを見てください。はい、でこの R2 セニングは何が違うかっていうと、これ普通のセニングじゃないかと思うんですけど、 R2 セニングはソフィでは使わないんですね。で、R2 セニングは何で使うかっていうと、ブラントカットのかなりぼかして切る感じです。なんで例えば前髪とかを切る場合なんですけど、これでこういう風に切っちゃってもすごく綺麗に切れるのがこの R2 セニングなんですよね。 R2 セニングは本当に程よいぼかし具合ができるんで、だいたい30本から40本ぐらいシザーのセニングを検証して、僕はこれにちょっとたどり着いたんですけど、この切り味が一番
あの前髪ぼかすのに一番ちょうど良かったのがこの R2 セーリングだったんでこれにしました。で、これは本当にまっすぐこう入れても全然平気ですし、前髪をちょっと縦にこうやってぼかしながらカットしていけばもう綺麗なラインが簡単に作れたりとかするんで、あと R2 セニングは結構この辺をあのレザーのようにこうですね、レザーってドライじゃ使いませんので、あのこういう風に例えばこういう風にガーって、まあ、切らないですけどぼかしていって丸くさらに丸くしていったりとか自由自在にこう使えるんですね、はい、例えばレザーでここをこういう風にこういう風にレザーでこうやってやるっていうのを、レザーってドライじゃできないんで、これね一番のポイントはここにレザーカットするじゃないですか、これですかね、でレザーカットこうやって入れるじゃないですか、レザーをレザーをこうやって入れるんですけれども、これは引っ張ってるテンションに関してレザーを入れてるじゃないですか、テンションかかってる状態でレザー入れてますよね。なんで、まあコンベックスに切れなくはないんですけど、基本完全コンベックスにならないんですよ、レザーっていうのは。ですけどこの R2 セリングを使えばそれができるんですよ。レザーのように使えるのがどうやってやるかっていうと、ここを例えばこういうふうにひねった状態で指でこう丸くレザーのようにカットしていくことができるんですよね。そうするとどうなってるかっていうと、このノーテンションの状態のところをこういうふうに丸く切ってきますから、こういうふうにですね切ってきますから、どうなるかっていうとここが丸く本当にコンベックスの状態で丸く切れるんですね。これがレザーカットじゃ絶対できないんで、本当に丸く丸く丸く作っていくときに使えます。だからこれ結構万能なんですよ。前髪も切れるし、いろんなラインもこうちょっと切ることができるんで、本当に。で、メンズの刈り上げとかサイドのぼかしも全然使えるんで、かなり幅広く使えるのがこれです。で、ペンシルシザーなんですけど、ペンシルシザー、はい、このペンシルシザーなんですが、ペンシルシザーはあのスクラッチカットとかめっちゃやりやすかったりとかします。で、皆さんこれ前も動画でも何回も言ってますけど、こうやってスライドカットしますよね。こうやってスライドカット、これって実はすごいあんまり良くなくて、あのこっちからスライドカット入れるってことは、体の向き的にこのハサミの入るところって皆さん考えてますでしょうかね。このハサミがアタックされるところってこっちとこっちで全然違うって知ってましたかね。どうしても下からこうやって入れたとしても、あの同じに入らないんですよ実は。で、特に日本人の髪の毛ってこっちが跳ねやすいんで、こっち側から入れていくとどん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 こっちが跳ねて、こっちがこういう風になりやすいんですよね。それは皆さん知ってるかわかんないですけど、これ実は人間の体の構造上ですね、このスライドカットってちょっと微妙だったりするんですよ。ポイントで入れるにはいいんですけど、で逆側入れるって言ってもなかなか難しいですし、あのリフトしてる場合はいいんですよね。リフトしてる状態でスライド入れるのは若干裏も入れれるんですけど、こういう風にやっちゃえば。これがダウンステムの場合すごく難しくて、ダウンステムで入れる場合逆側入れれないんですよ。わかりますか。アップステムのスライドカットはこっちも入れれるんですけど、なので僕はスクラッチカットっていうのをこのペンシルシザーでおすすめしてます。なぜかっていうと、ステムを上げなくても同じ条件で切れるんですね。こういうふうにこう切れるじゃないですか。で、こっちも同じ条件で切れるんですよ。で、なおかつモデルさんがこうやって跳ねる癖があるとしたら、逆側にちょっと入れたりもできるんですね。そうすると癖を抑えながら毛量調節もしくは毛束感が作れるっていうのがこのペンシルシザーのいいところです。あとは毛先にこういう束感を縦で入れたりとかもできますし、ペンシルシザーは本当に束感とかニュアンス系には持ってこいですね。あと、そう、 T2 セニングなんですけど、あと2つですね。 T2 セニング、こちら T2 セニングなんですけども、これはあの10パー以下のセニングなので、本当にルーツセニングだったりとか、そういうのができます。通常のセニングと違うのはラインが出づらいっていうところですね。例えばここをパツッてやってもあんまりラインが出なかったりとかですね。ただあんまり僕これ横で使わないんです、実は。で、これも安全牌で縦で使った方が絶対いいんで、あの横
横だとやっぱラインが多少残っちゃうんで、縦でこういう風にちょっと使っていきます。そうすることによって、よりぼかすというか、 10% をさらに縦で使うともっと減るんで、全然ラインが出なくなりますね。そういう風に感じで、まあ、メンズは結構根元からルーツセイングも使えますし、例えば、まあ、彼女の場合でしたら前髪をちょっとぼかしたりとか、こうするときにディープセニングは使えます。比較的すごく使いやすい、まあ誰でも使えるような、まあ正直ね、こうやってどん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 って入れても問題ないですし、でちょっとここで一つやるとしたら、皆さんこうやって縦でねセニング、こうやって僕はやらないけどこうやって入れる人いるかもしれないですよね。でその時にこうやってロックしてやると見れるじゃないですか、どこが多いとか。たまにやるときもあるんですけど、このままこうやってスライドしながら T2 セニングで取ることもできますね。で毛の量がどこが多いとか、この辺少ないから入れるのやめるとかもできますし、例えばじゃあ横で入れる場合は根元と、これはちょっとやめよう、これはじゃあ内緒で、あとはなんだかんだ言ってめっちゃかかってんじゃん。あれ？何ですか？そう、これ、普通のブランドシザーなんですけど、フェアリーのブランドシザーは、まあ、通常のシザーで、違いとしてはですね、特にないです。ただ使いやすいというか、指にフィットするような作りになってて、この通常のシザーですね。チョップカットめっちゃしやすいですよ、これで。まあスライドカットもまあできなくはないんですけど、基本的にチョップカットとか本当に、縦でこう入れたい時とか、まあ、通常のシザーに慣れてる方はこのブラントシザー、通常のブラントシザーでいいかなと思います。で、ここがまあ6インチなんでちょっと小ぶりなやつなので、5.5 から6ぐらいの大きさですかね、小柄なので、あと指はね、指かけはちょっとこのぐらいなんですけど、ちょうどフィットするんで使いやすいと思います。チョップカットめっちゃやりやすいですよ。2セクションで切っていく、3セクションでカットしていく方にはすごく使いやすいと思います。こういう風に切っていってるんで、はい、あと毛先とかね、こういう風にこう削いでいく方とか、まあ、ちょっとね研ぎ方変えないとちょっとバツって入っちゃう可能性があるんですけど、基本的に前髪のチョップカットとかすごく使えるので、まあ、この辺がヘアリーシザーの違い、皆さんちょっと聞きたかった違いです。はい、なのでこのような感じの、こんな感じでちょっとハサミを使いこなしていければいいかなと思うんで、僕はちなみに自分のハサミケースなんですけど、こちらでうちのヘアリーシザー以外一切入ってないんで、これまんま営業のままなんですけど、今言ったやつが全部入ってます。それだけで営業してるんで、余計なシザーは使ってないんですね。全部自分のオリジナルシザーでやっております。はい、まあ、レザー置いてますけど、まあ、レザーは僕使わないんで、なんかあった時にネープのとことか使うので、基本的には全部シザーで、丸くカットしていってます。はい、っていうような感じで、そう、やばい、チーズって言ったらこの時間だ。皆さんさよなら。もう終わります。